はい、そう、暑いね。クーラーつけて頑張ってます。こんにちは、フォローしました。お、ありがとうございます。昨日ぶりね。そう、昨日ぶりですね。翔んで埼玉続編発表。そうなんですよ、翔んで埼玉が続編制作しているらしいです。そう、翔んで埼玉。でも昨日翔んで埼玉のツイッターに明日楽しみにしててねみたいな、そう書いてあって、なんだろうって思ってたから、あ、これかと思って。セリちゃん、そう、セリちゃん元気になってよかった。そう、セリちゃんとルカと見に行ったのよ、翔んで埼玉。なぜか関西の2人と行って、そうしたらセリちゃんが今日なんか埼玉、翔んで埼玉続編やるってみたいな、そう LINE くれて、そう本当見に行こうみたいな、そう感じです。一番面白いもんね、翔んで埼玉ね。すごい、埼玉だけでなんかこう埼玉を題材にしてるから本当に嬉しい。こんにちは、こんにちは、こんにちは。お、すごい、なんか貝殻と人手が、そう、海仕様ですね。ありがとうございます。お、ゆうたさん、くまちゃんありがとうございます。タワー、そう、人魚姫くまちゃん、かわいい、ありがとうございます。今日はずんちゃんとキイちゃんの誕生日ね。おめでとうございます。キイちゃんは21歳、ずんちゃんは20歳。お昼何食べた？お昼はサンドイッチ食べました。こんにちは、こんにちは。どちらも21。お、夏目さん、イルカタワーありがとうございます。かわいいイルカと人魚だ。どっちも21。あ、そうなんだ。へえ、おめでとうございます。ラーメン食べた。あ、いいな、ラーメン。
いいな。これから晩酌を。早いですね。いいですね。こんにちは。こんにちは。まだ学食食べたいなー。ねえ、学食ってなんか別にその場にいるときはさ、学食かって思ったけどさ、なんか学食から離れると学食食べたいなって思うよね。こんにちは、こんにちは。みちゃんとお酒飲むんですか？飲めるけど、しばらく飲んでないな。なんかビールも嫌いだし、ワインもあんま飲めないし、レモンサワーも飲めるけどあんま好きじゃないから、